おいおい、みんな、超ビッグニュースだよ。野沢直子さんが、ついに大谷翔平選手と和解したって信じられる。ええ、マジで、どうやって仲直りしたか気になるよね。まず、知らない人のために説明するよ。野沢直子さんは昔、テレビ番組で大谷選手をちょっとけなしたことがあったんだ。でもさ、最近彼女がメディアで謝罪したんだよ。しかも、それだけじゃなくてさ、大谷選手の試合に応援に行って手紙を渡したんだって。マジでやばいよね。野沢さんの手紙には、ごめんね、問題を起こしてしまって本当に申し訳ない。君の才能と努力に感動しているよ。これから応援し続けるから、許してくれるかな、って書かれてたんだって。もちろん、大谷選手もそれを受け入れてくれたってことだね。この和解が実現したのは本当にすごいことだよ。みんながハッピーになれるエンターテインメント業界って最高だね。野沢さんが素直に謝罪し、大谷選手がそれを受け入れてくれたんだから、みんなも互いに許し合って、仲良くできるはずだよ。